あなたたちは全て攻略済み。屋根中の勝ちよ。ガッテン、ガッテン、ガッテン。実力はこちらの方が上だ。焦るな。試合開始。あれか、何やってんのよ。ゆいちゃん、やめこ。キイコがケンゴ君と付き合うためにこの試合絶対負けられない。このフリースローは何が何でも決める。ただ最大のピンチが、脇毛を剃るのを忘れてしまったわ。何してるのよ私。シュートを打って脇毛がバレたら女としてもう生きていけない。ワンスロー。でも決めた。このシュートを決めて絶対に勝つ。やっぱ無理。何してんのよ。今日は何かがおかしいぞ。こうなったら私が、ケンゴくん、前半終了。今日は公式戦だ。いや、やめていくよ。はい。対戦相手は宝泉小学校。去年都大会で1位を取った強豪ね。なんでお母さん来てるんだよ。絶対勝つぞ。おー、宝泉小学校だ。明らかに強そうだな。試合開始、お願いします。うますぎる。楽勝ですね。アリスカ、しっかり走れ。うわー、うわー、うわー。マカショー、アウトオブバンズ、ホーセンボール。勝て、ザコだなこいつら。ちゃんとしなさいよ。圧倒的に差をつけろよ。クリスケ、一年応援か。はい。まずは基本のパッパパッ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 パ。すごいわ。なんだこれ。B 第2クォーター終了。強豪だな。勝てっこないよ。お前ら処刑でじゃねえぞ。すいません、こちら選手以外立ち入り禁止ですので。ちょやめなさい。ちょっと待って、やめなさいよ。皆さん、諦めたらそこで試合終了ですよ。諦めちゃダメだ。ひらめいた、いい方法がある。 B 試合開始。やっぱりだ。あいつらジョバスが見てるとカッコつけてやる気が出るチームなんだ。はあはあはあ。マルエレ、お前おじいちゃんになれ。え、腰が痛うて痛うて知らないんじゃ。おめえら何やってんだよ。点差あるし、ジョバスいないとやる気出ないな。
なったら秘密兵器を出すしかないな。とうとう俺の出番ですか。行け。はい。あれ脱げないな。何やってんのバラサル。お前に試合のチャンスはやらん。ズボン脱げなくさせてやるよ。これレアなズボンあげる。え、いいの？こうなったらみんな頑張って。ジョバスよ、私ジョバスよ。あ、ジョバスだ、頑張ろっと。アホ殿がバカが映るからどいてやろ。おめえらなんていられんの。おい、そんな言うのはひどいじゃないか。点を取ってくれよザコ。お前らもタイムアウト。よくやったぞ。これで勝てるね。どうじゃんの。どうなってんだお前ら。ケンゴ、お前は店が多い。はい。ゴータ、お前はフォーメーションを崩すな。はい。ヤジ、お前は黄色すぎ。お前らしっかりやれや。はい。ザコはほっといて俺一人で巻き返す。ピー、試合再開。カズ、パス。パスパスパス。クソ。ユト。来た。ピー、第3クォーター終了。お前ら邪魔なんだよ。見て、カズ、チームプレーを忘れるな。え？バスケは一人でできない。チームでするものだ。お前はうまい。だが仲間を頼れ。そうだよ。一緒に頑張ろうぜ。すまなかった。みんな。おい、どうなってんだ。リコ、お前は力が抜けすぎ。はい。ヤジ、お前はシュートが下手になりすぎ。はい。ハルカ、お前はキモすぎ。間違えた、お前は転びすぎだ。でも私絶対にこの試合勝ちたいよ。おえ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 。先輩たち。何よ、出しゃばんな後輩。私気づいたんです、敵チームのからくりに。後半戦試合開始。なあ、あんな距離から。こんなの朝飯前。実は敵チームの赤髪がヤジさんのシェーバーを盗んでいた可能性があります。だからなかったのか。おトイレ。あれ、シェーバー入れたはずなのになってないの。私のシェーバーどこ。え、家についてきたの。じゃあ脇毛抜くしかないわね。脇毛のない私はカリリオもしのぐのよ。こうなったらヤジを徹底マークよ。徹底マークってことに。ギャー、ハルカさん、イグナイトボイス。すごいわね、ヤジちゃん。ハルカさんは足にクリームを塗られてました。え、ここね。どれかしら、どれかしら。あった。これでもすべすべ地獄ね。すべすべ。え、部屋にずっといたの。まあたまたま。じゃあこの靴拭くしかないわね。おい、
じゃあ本気出すしかないわね。ベネコさんの本気？一人で勝ってしまうの？かかってきやがれ！うわっ、もうない、今度はない、またよね。男が見てない時の私は誰にも負けない。実はケンゴさんを連れてきたのはあいつらなんです。なるほどね。大丈夫、熱くない？あれ？あれ？うわ、何何？こっちよ、こっちよ。あんたは試合を見てなさい。さもなくば。あ、見ます、見ます。え、あんたずっといたの？はい。キモいな。そうと分かったら。B 最終クォーター試合開始。俺らは誰だよ。なんか上手くなってねえか。やばいぞ、このままじゃ負けちゃう。私が出るわ。シャオラー、よし、行くぞ。おう、ツーポイント、ポゼンボール。え、意外とバレてないぞ。勝つわよ、やんちゃん。おう、てラネちゃん、最後に決めなさい。うん、P 試合終了、91対90、勝者バンカラ小学校。みんなごめん、俺のせいで。負けたことがあるというのがいつか大きな財産になる。そうだよ、また次があるじゃないか。皆さんと試合ができてよかった。本当に勉強になりました。ありがとう。お前ら絶対優勝しろよな。うん、お前らの分も頑張るよ。彼のお母さんですよね。え、部外者がプレイしたため、高専の勝利。あ、あちゃぱー。ハッピー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 、みんなで make a good ride。 洗濯物みたいなワイナーハッテ、なになに息子で一儲け、お小遣いはなしのバッナーハッテ。